皆さんこんにちは、無重力のマサトです、今日は皆様にご報告があります、まあタイトルを見ればお分かりになると思いますが、僕はこの度、サスケに応募いたしました。はい、そうなんですよね、僕はね、サスケっていうのがね小さい頃から大好きで、サスケにね出場するのが夢でした。そして僕は20歳の頃から、去年までね毎年、サスケにね応募し続けていました。しかしながら、毎年書類選考落ちということで、はい、毎年、予選落ちでしたっていう風な感じでね、はい、サスケっていうのは出場するのがとても大変なんですよね。はい、サスケをクリアすることも大変なんですけど、まず出場するのが本当に大変です。いや、僕はね去年までね会社員として、働いていました。サスケというのはね、一職業一人しか出られないっていう風に言われています。なので会社員っていうのはねもうこの世の中にたくさんいますよね。その中の一人ということでかなり狭き門になっていました。しかしながら、僕はね去年、ストリートワークアウトのアジアチャンピオンに輝くことができ、その後の世界大会ではね4位入賞することができました。そして僕は去年の年末にね、会社員を辞め、ストリートワークアウト一本でね、生活していくことを決断いたしました。そして僕は去年の3月に、YouTube を始め、今ではチャンネル登録者もね2万人を突破して、そしてねたくさんのスポンサーの方々にもねサポートしてもらいながら、やっと、ストリートワークアウトで生活していけるようになりました。職業ストリートワークアウターっていうのはね、日本全国でおそらく僕一人だと思います。ということで、今年こそはサスケに出場できるのではないのかと、期待しているんですけど、いやー出たいですね。いやマジで出たいです。僕がねサスケに出た際にはもう入場から盛り上げる自信があります。入場でバッチリと無重力パフォーマンス、決める自信があります。もしねこれを見ているサスケ関係者の方もしいれば、無重力のマサト、よろしくお願いします。もう本当にねこれまでたくさんの方にねサスケに出てくださいっていう風にね言われ続けてきました。いやもう僕自身もね出たいですよ。出たいんですけどねそう簡単に出られるもんではないんですよね。はい、もう出るのが本当に厳しいことなんですよ。いやでもね本当にそういう風に言ってもらえるのはね本当にありがたいんで、本当今年こそはねどうにか出場して、ストリートワークアウターとして、サスケでねちょっと、目立ってやろうかなと思っています。出場できるかどうかわからないですけど、もしね出場が決まった際には、ド派手にイベントもね開催したいなと思っております。みんなでね喜びをね共有したいと思います。それでは皆さん、僕がねサスケに出場できるのを、どうか、一緒に応援していてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。